シークレットベース K ステーション、みなさん、シークレットベース K ステーションへようこそ。 K ステーションの隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K ステーションの隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛にメールを送っていただくだけです。毎回いただいたメールの中から昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員証をお送りいたしますので、お楽しみに。はい、ということで K ステーション第85回始まりましたが、なんと配信は私パンダフルパーティーボリューム4の前日ということでね、皆さんライブの前にこちら聞いてくださってるんでしょうか。ありがとうございます。まあ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 、撮ってるのもね、なんだかんだライブの直前なのでね、こういろいろ決まっちゃってだからもうとりあえず決めてね、まあ着々と準備を進めている今日この頃ですけれども、まあなんだかんだお仕事でね、結構喋る仕事があって、私ちょっとだけ声が変なんですね、今低いですよね。ね、ちょっとガラッとしちゃってすみません。ちょっと聞き取りづらいかと思いますけれども、最後まで、あ、本当です、聞き取りづらくはない、あ、よかったです。まあ最後までお付き合いいただけたらと思いますし、まあライブまでにはね、声直して万全な喉で皆さんの前で歌えたらいいなと思っております。頑張ります、よろしくお願いいたします。さてさて、ではオープニングのコーナー行ってみましょう。みんなにアンケート。はーい、今回のお題は、山派海派ということで、皆さんからアンケートたくさん届きました。ご紹介していきたいと思います。まずは隊員ナンバー65番、ドラムバンカードラゴンさん。僕は海派です。泳げないですが綺麗な海を見るのが好きです。そうですね、泳げなくてもなんか眺めているだけでも海に吸い込まれそうな感覚、そして波音って素敵ですよね。なんだろう、なぜか癒される海の音、眺めているだけでなんか心が落ち着いてくる、この大きな大きな海、不思議ですよね。ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバー3番シークレットネーム新以上直江さんからです。今回のトークテーマですが、私は何と言っても海派です。何より戦艦好きですし、動物園より水族館が好きですし、水の流れる音や、潮騒は心が静まります。最近はあれこれ忙しくてなかなか出向くことができませんが、そのうち横須賀に行こうと考えています。それではまたとのことです。あー、海だからこその大きな船ね、これまたかっこいいですよね。戦艦はね、私もちょっと戦艦関係のちょっとアプリゲームに出させていただきますんで、そちらもぜひよろしければと思います。最終戦艦 with ラブガールズ、はい、こちら吹雪役でやらせていただいております。日本の船です吹雪です、よろしくお願いしますはい、続きまして、はい、こちらですね、隊員ナンバー43番アッキーさんです。近藤さん、こんにちは。こんにちは。今回のお題、自分は山を選びます。理由は、普段は都会にいてなかなか山に行く機会がないので、もし山に行ったら山の美味しい空気を吸ったり、キノコや山菜などの山の幸を取りに行って煮物を作りたいです。あー、森林浴ね。山に行ったらなんか空気が美味しい、なんかジメッとしているのに空気が美味しい。都会のジメッとしたやつはね、空気はとても最悪なのにね。なんでなんだろう、新緑のね、ちょっとなんだろう、新鮮な空気って感じですよね。山の空気ってしっとりしてるのは、そうなんだろう、都会のジメッとした、しっとりしてない、なんか新鮮じゃない、汚れちゃった空気汚れちゃった空気ね、ほんとね、いい空気吸いたいです。たまに最近ってなんか美味しい空気缶詰とかで売ってますよね売ってるんですよ、ハンズとかで売ってるはず、美味しい空気の缶詰みたいなやつ。あれ本当に美味しい空気かわかんないけど、ぜひ皆さん気になったら買ってみてください一瞬で終わります
あ、スプレーとかの方がいいのかな。こうね、こうしたら山の空気をビニールに詰めてね、持って帰ってこいよみたいなね感じですけどね、まあ、そんな商売もあるわけですよ。都会の空気は汚いってことですよね。はい、ありがとうございます。続きまして、隊員ナンバーシークレットネームたけぽんさんからです。こんちゃん隊長こんにちは。こんにちは。今回のお題、私はどちらかというと山ですかね。というのも、私は水の中が苦手なんですよ。海の深いところを見ると恐怖を感じますし、水族館の大きな水槽ですら怖くて近づけませんとのことです。あら、たけぽんさん結構水が苦手なんですね。本当にダメなんですね。溺れたとかそういう昔の体験があるんでしょうか。いやー、でも海の深いね、すごい濃い青い色とかも綺麗だったりするけど、そうか、やっぱ水の中、もしかすると前世で何かがあったのかもしれないですね。水のトラウマがねー、なんかありません？なんか不意にこれ触ったこともないのになんか怖いとか嫌だなとかって思うのありますよね。だからそういう時って前世で何かあったのかなとか、ちょっとスピリチュアルな話を考えてしまいます。そうなんですね。もう海水が苦手だからもう山って、たけぽんさんの判断ですね。あ、なるほど、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてるんですが、今回はですね、海派より山派の方の方の投票が多かったです。私はね、まあ海もそうだな、海も好きだし山も好きだし、山でやっぱバーベキューとかなんか川遊びとかするのも好きだし、でもちょっと虫が苦手なので、うー、海より海と山、まあ山より海かなっていうのもあるけど、いや海でも虫出るしね、船虫とか、あの G のご先祖様船虫さんとかもいるし、よくわかんないなんかこう毒を突きつける中貝とかいるし、なんかウニとか、あとナマコ、ナマコはほんと最悪でした。昔小学校の時にグアムに行ったら海にナマコだらけだったんですよ。気持ち悪かったですとかいろいろあるけど、まあどっちか、うん、どっちだろうな、山と海、山と海、うーんと、うーん、ディズニーシーが好きです山も海もあります、あそこは。はい、まあまあ潮風にね、この夏吹かれちゃうとやっぱ日焼けしやすかったりとか、すごいベタベタしちゃって嫌だなと思うけど、まあどっちかっていうと海のこうさざ波とか、あの広い広いどこまでも続いていく海とかを眺めてる方が、まあどっちかっていうと私は好きかなって思います。まあみんなどっちも好きだけど、どっちかっていうとっていう形で今回もお題くれたと思うんですね。ありがとうございます。ディズニーシー行きたいな、ライブ終わったら行きたいと思います。はい、では次回のトークテーマの発表です。次回のトークテーマはこの夏の思い出、今年の夏の思い出をぜひ、あの簡潔にですね、短く目で、あの送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、メールの宛先は k_secret@target-end.com、 k_secret@target-end.com までです。それではシークレットベース K ステーション第85回、いってみよう。近藤かな子のニューアルバムフラクション発売になりました。おめでとうございます、おめでとうございます。はい、もう皆さん手にしていただきましたでしょうか。今回もですね、渾身の一枚となっておりますので、聴いていただける曲とかがあったら嬉しいなと思います。今回初めてですね、ミニボイスドラマを収録しておりますニューアルバムフラクション、よろしくお願いします。みんなたくさん聴いてね。暗号解読、このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。まあね、普段使わない単語いっぱいね知れますからね。もう85回だから85回分あるわけですよね。1回目からやってますからね、これね。全然頭良くなってない。多分1回目のお題とか出てもなんだっけってなる
ね、振り返りのお題をやって忘れちゃってるみたいな。怖いね、怖い。はい、では今日のお題です。今日のお題はこちらです。ちゃちゃちゃん、ハイウェイヒプノーシス、ハイウェイヒプノーシスです。あ、なんかこれなんかなんとなくイメージしやすいですね。ハイウェイって高速道路ですよね。ヒプノーシス、ヒプノーシスがまあ謎ですね。ハイウェイヒプノーシス、イメージとしてはなんかこの渋滞が起きた時に、このみんな同じ速度で走っているのに、いつの間にか渋滞が起こっている、あの青山トンネル、青山トンネルじゃないや、山田トンネル、どこだっけ、なんかああいう現象いつの間にか渋滞になっちゃうのがヒプノーシス渋滞、ハイウェイヒプノーシス、論理的な、なんかそういうのあったじゃないですか。なんか渋滞のメカニズムみたいなのテレビでやってて、みんな同じ速度で走ってたのに、そのなんかトンネルの一部だけが少しだけくぼんでて、でなんかこの同じ速度で走っていると少しやっぱり詰まって、ちょっとまた登る時に速度が落ちるんですって。やっぱ登るから馬力で、そうするとそこでやっぱり詰まっちゃって、どん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 後ろが渋滞してっちゃうっていう現象が起きるらしいんですよ。そう、だからそこだけ、そのトンネルだけはみんなちょっと踏まなきゃいけないんだけど、アクセルを、でも気づかない緩やかな坂だからわからない。まあ、このハイウェイヒプノーシスには関係ないって感じですけどねあれか、あ、でも高速道路に関係してるってことはそうなんですよね、きっとね。でもハイウェイヒプノーシスでなんかこれかなって思うのは、この高速道路走ってるとたまになぜか道路になんかこう段差ができてて、ダダダンダダダンってこうありますよね。眠らないようにみたいな、ああいう作用してるのがハイウェイヒプノーシス。だいぶいい、あ、だいぶいい、近い、マジか、近い、だいぶいい、それか、だいぶいいおい、それじゃない、でもそれじゃない、ほぼ正解に近い。とりあえずヒント1ある現象の名前です。あ、じゃあ分かった、その寝ちゃうのが仕掛けの名前じゃないけど、長い高速道路をとか、まあまあアメリカとかだとね、長い長いハイウェイあるじゃないですか。それをもう走ってるとだんだん眠くなってきちゃう現象をハイウェイヒプノーシス。やったそのガタタンガタタンはその寝ないようにするやつで、その手前の寝ちゃいそうになるやつですね。早い早い、ちょっと頭いい、ちょっとこれ簡単だったハイウェイヒプノーシス、まあなんかこうマンネリした景色を見ていると徐々に眠くなっちゃうっていうことですよね、きっとね。はい、おー、早すぎちゃった早すぎた。一応ヒントご紹介します。ヒント2、人体に関係する現象です。ヒント3、誰にでも起こる現象です。ヒント4、起こると大変危険な現象です。ヒント5、車と関係のある現象です。はあ、早かった、一瞬だったね、早かった。ハイウェイ、ハイウェイってきたから多分ね。でヒプノーシスっていうの、なんかヒプノーなんとかっていうの、なんか眠るみたいな、そういう意味のある単語だなみたいな意味があった。そのゲームとかでなんか、そうそう、そういうのでなんかねだってこのなんか、なんだっけ、羊数えるのもなんかそういう、何でしたっけ、羊って英語で、シープ、そのイメージプノーシス、シープということで、はい、ハイウェイヒプノーシスとは高速道路を車で運転している時に眠気に襲われる現象である。日本名は高速道路催眠現象である。原因としては、高速道路は一般道路と比べて基本的に直線であり、景色も単調なため視覚情報が少なく、脳波に、睡眠を誘発するアルファ波が発生し、運動意識の低下を引き起こすためと言われている。完璧な睡眠を普段からとり、万全な体調であったとしても起こる現象でもある。その他の原因としては、
速度の変化が少ない、一般道路に存在する様々な障害が少ない、道路に引かれた白線の切れ目が一定のリズムのためなどが挙げられる。また特にハイウェイヒプノーシスが起こりやすい時間帯があり、あ、時間帯もあるんですね。人体のメカニズムですかねこれは、午後14時から16時と午前2時から4時台が最も起こりやすいとされる。対策としては同乗者に声をかけてもらう、テンションが上がる音楽を聞く、窓を開けて換気する、ガムやドリンクなどで脳に刺激を与え、パーキングエリアで15分ぐらい仮眠するなどが挙げられるが、わずか5分から10分の間でも眠くなることもあるので完璧な対策は難しいとされている。いつ事故が起こるかわからないので十分な車間距離を取り安全な運転を心がけたいものであるとのことです。はあ、これテンションが上がる音楽を聴くっていうのは、この窓を開けて換気すると一緒にやると、こう騒音ですよね、騒音撒き散らしながらあの道路を走るみたいなあのこのおっせえなーみたいな状況になるので気をつけてくださいどちらかかなね。それがあまりそんな大音量で書けないっていうね。まあでもお父さんとかね、夏休みとかよく車で遠くまで連れてってくれてたりとかしたけど、すごい頑張って安全運転をしてくれてましたね。そのハイウェイのガタタンガタタンっていうのもありつつあと妹とかがトイレ行きたいとか言って不安げな不穏な空気を流したりとかして、そういう要素があるからね、きっと眠くならないまあ家族とかでいるとやっぱ何かがあるからきっと気も張ってるだろうし、事件も起こるし、その車内だけでも気抜けないけど、やっぱ一人でね運転してたりとかすると危ないですよね。はい、まだまだねその夏も遠出する方も多いと思いますし、これから秋にかけてはね行楽シーズンでね、やっぱり車でお出かけしたりとかするのにも最適な時期になりますから、このハイウェイヒプノーシスにならないようにぜひぜひ何か対策をしつつ、同乗者の人とね楽しいおしゃべりをしながら安全な運転を皆さんしてくださいね。はい、ということで今日は瞬殺であったぜ瞬殺であった、すごい。この前回は結構ギリギリだった分を取り戻した感じですね。連勝が続いていきますはい、ハイプエヒプノーシス、皆さんは解読できたでしょうか。以上、暗号解読のコーナーでした。重なり合う糸、浮かび上がる偽証、誰も咎めないのは Not to help is that the right? 新曲できたよのコーナーパート昭和感のあるタイトルコールでしたはい、ということで、前回は高浜プロデューサーさんにゲストに来ていただきましたが、今回はですね新曲のもう一曲ルシェニーを作曲していただきました滝口さんゲストにお迎えいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いしますこんばんはでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ皆さんご存知滝口さんは未来フレーバーを作曲していただいた方でもあります、はい、あの名曲でございますね。あ、もう恐れ多い、はい、恐れ多いことでありがとうございます。高浜さんが嫉妬するぐらいでございます毎回言われるんですよ ね毎回言いますね。もうあれ何年前ですかね、未来フレーバーはミラーに入ってたから4年ぐらい前ですか。そう、もう そうですね4年ぐらい前だ。4年前ですね。ライブが4ボリューム4だから4年前。そうですそうです。そうか、いや早い。はいはい、はい、ということで今回竹口さんに曲を書いていただくのは3曲目ということですね。まあ私のそうですね、はい、作曲した曲をアレンジとかはしてもらって、はいはい、たくさんしていただいてるんですけど、はい、トゥーシャイニー
久々の新曲でございますが、今回はどんなイメージで曲を作られたんですか？イメージですか？はい、イメージ、実は最初の頃に作ってた曲って、うんうん、暗い曲調だったんですよ。あ、そうだって、私最初はどんな曲なんですかって言ったら、いや今回はちょっと、はい、暗い感じ で、ね、バラードにしようかな、はい、バラードとは言ってないんですけど、暗い曲調にしようかなって言ってたんですよね、うんうん、そうそうそ そう、だから、そうなんだ、またちょっとパターン変えてくるんだなと思って、はいはいはい、楽しみにしてたんですよ、はい、うん、楽しみされてたところを勝手にまた、うん、滝口が、うん、暗い曲作ってて、うん、なんか全然近藤さんらしくないと思ってで急遽もうなんか近藤さんをイメージして、うん、書いてみようと思ったら、うん、まあなんかまあ明るい感じになりまして、あ、よかった、私明るいイメージなんですね。そうですね、うちの高浜社長が割と近藤さんのロック調の感じの曲を書かれるじゃないですか、はい、でそれで、まあ、基本的にはその近藤さんのかっこいい部分をやっぱり書かれるので、うんうん、そこじゃなんか被ったら負けると思って被ったらダメだと思って、うん、でなら近藤さんの明るい部分っていうところをイメージして、うん、まあ、今回も書かせていただいたっていう感じでございます。ありがとうございます、はい、3曲とも明るいので、うん、だから暗くしようかなと思ったんですよね。なるほどなるほど、そうなんですよ。でも近藤さんで暗いってなんかあんまりイメージがちょっとつきにくくって、うん、で結局こんな感じになったっていう。いや、うん、はい、だから、まあ、今回も高浜さんといい対局した曲になって、はい、まあ、なんか1枚のミニアルバムですけども、はいはいはい、いいフレグランスになっているなと、うん、思っております、はいはい、まあ、私もなんかすごいすっきり歌わせてもらってるので、はい、はい、そうなんです、まあ、今回私がトゥーシャイニーも作詞をさせていただいたんですけども、なんだかんだタッキーさんの曲を作詞するのは初めてなんですよ。そうですよね。そうなんです、そうですよね。そうなんです、はい、でまあまあ、ぶっちゃけ前とか前とかは時間がない、無理だよ近藤さん、こんな作詞できないよって言って他の方にしていただいたっていうぶっちゃけすぎじゃないですか。いろいろですね、アルバムだったから前はいっぱい曲があって、歌わなきゃいけない、作詞もしなきゃいけない、ジャケットも取れなきゃいけないみたいな、わーってなって、高浜さんの曲難しいよ作詞って言ってるところだったので大変だったんですけど、今回はまあ時間もありましたし、すごいなんかデモ曲タキーさんにもらってすぐイメージが浮かんだんですよ、歌詞の世界観が浮かんだので、あ、これはすぐ書けるし書きたいと思ったので書かせていただきました、はい、ありがとうございます。だから結構早かったですよね、歌詞ね。そうですね、もう、うん、なんていうか近藤さんすいませんってなんか土下座する気持ちでデモをお送りしたらすぐもう書いていただけて、でしかもその書いていただいた詩の内容っていうのがこの、うん、自分が割とイメージしてその書いていた内容がもうほぼほぼ 100%まあ、それ以上の形で詩にしていただいてたんですね。それがすごくありがたいなと思いまして。よかった、はい、あ、そう、まさに言いたいことで自分が書いたらこんな感じにならないっていうので書いていただいてありがたいなと、いや、はい、思っておりました。よかった、よかったです、はい、なんか今回は本当になんか冒険のイメージとか、はいはい、まあ、未来に向かってみたいなすごい明るい感じの歌詞になってるんですけれども、まあ、そのちょっと2番とかにはその未来フレーバーの隠しワードが入ってたりとか。あら、そうなんですか、隠しワード。未来フレーバーのサビの2番に出てくる歌詞が今回のトゥーシャイニーの歌詞の2番にちょっとだ、まあ、ワンワードですよ、ワンワードだけど出てくるっていう、はいはいはい、ああ、そうなんですか、はい、そうなんです、全然知らない知らないっていうか気づかなかったっていう、細織入ってるんですよとかなので、皆さんぜひ歌詞もチェックしていただけたらなと思いますけれども、はい、はい、もう曲がすごい明るくポジティブな曲だったので、聴いていただいた皆さんもきっと楽しい感じになれるかなと思います。楽しんでいただけたら本当にもうありがたい次第で、はい、今回もギリギリで近藤さんに作詞をお願いしますってなったんで、もう本当ありがとうございます。全然全然全然、
今回本当余裕だったのですごいイメージしやすかったので高浜さんの大変だったんですよ前回も言ったけどね毎回僕の曲を近藤さんにお聞かせするのはギリギリすぎるので、うん、ご迷惑をおかけするっていうところがそんなことないです、はい、今回は満を持して作っていただけまして本当にありがとうございま す,、います。はい、放送の翌日である8月26日に全お披露目販売もしますのでぜひあの CD の方お手に取っていただいてフルで聞いてまた感想とかもラジオにいただけたら嬉しいなって思っております。はい、それでは最後にタッキーさんからリスナーの方に何か一言ありましたら一言ですか。一言、まあ、聞きどころとか、はい、まあ、こんな気も思い込めたのでとかで、はい、僕の夏が込められてます僕の夏というか部屋にこもって作ってました、はいはい、よろしくあのお聞きいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますはい、新曲できたよのコーナーボリューム2ゲストのタッキーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。の方の悩みを私近藤かな子が解決していきますということで今日もお悩み相談メール来てますのでご紹介したいと思います。近藤さんこんにちは。またもや悩みを相談させていただきます。こちらのメールは単員ナンバー66番、シークレットネーム三角誠司さんからです。ありがとうございます。夏ということで各地でセミが鳴いておりますが、実は子供の頃に友達のいたずらで背中にセミをつけられたことがあり、それ以降セミが大の苦手になってしまいました。背中で大音量で鳴くセミの恐怖と起きたら、ああ背中で泣いちゃったんですね。下手なホラー映画よりも全然怖いのです。それ以来道端にセミが落ちていると、それを避けて違う道を選ぶほどになりました。かっこ笑い。もう大人なので、なんとかセミの苦手意識を克服したいのですが、何か良い方法などないでしょうか。無茶ぶりな相談で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。とのことです。ありますよね。子供の頃のちょっとしたいたずらで何かが怖くなってしまうって。セミな。セミっていうかなんか虫全体、子供の頃は触れたんですけど、ダンゴムシとかね。今大人になると触りたくない、怖いって思っちゃうの、なんでなんでしょうね。ね、現実を知るみたいな。もう子供の頃全然怖くないし、むしろなんか進んで捕まえたりとかしてたのに、なんでだろうね。カブトムシとかももう捕まえられない。バッタも嫌ですね。最悪だったのが、多分前もラジオで喋ったと思うんですけど、小4ぐらいにもお父さんが入院してて、その時になぜかお父さんが病院から誕生日プレゼント送ってきてくれた、そのプレゼントの内容がスズムシ飼育セットでそう、スズムシがね、なんか詰まったボックスを誕生日プレゼントで、まあ私6月生まれだから多分そういうのがあったんでしょうね、送ってきてくれて。なんだろうね、嫌でした
そう、成虫になって泣いてるやつで、まあうまくそのちゃんと飼育してあげると来年も卵がね孵化して、あのスズムシの綺麗な音色を聞けますみたいなセットだったんですけど、まあ全然孵化はしなかったんです。申し訳ない、かわいそうなことにね。なんか卵んだかもわかんないんですけど、おばあちゃんがその時はあの生きてたので、おばあちゃんがほぼほぼ世話をしてくれて、まあ、たまにね、まあそのスイカのね皮とか入れたりするじゃないですか、その虫の、だからそういうの入れたりとかはやったんですけども、それぐらいから虫嫌いになったかな、もしかすると私も。あーって、なんかすごい鈴の虫のね音色はすごい綺麗だったんだけど、なんか現実を見てしまって、うん、なんかその虫の中にもね、その違う虫が入ったりしたんですよ。 G とかね入っちゃうんですよ、やっぱ隙間から。そうだから、かそれも嫌で嫌になっちゃったみたい。私はそう、虫なー、セミなー苦手なの。そう、道端に落ちているセミとかもみんなね、セミ爆弾って言ってね、死んでるのかなと思ったら急にジジジって鳴いたりしてね、あのその怖いってよく言いますけれども、まあでもセミさんもね、もう7年間土の中にいて、あのやっとこさ地上に出て、あ7年でしたっけ地中にいんの。あんま7年か、合ってた。アメリカと17年、なんか種類が違うんですかね。あー、平均7年。へー、そっか、そりゃすごいわ。まあそうですね、セミさんも地中の中で7年、長いと17年っていう種類もいるらしくって、だからまあちょっと7日間ぐらいの短い命ですからね、そこは大切にしてあげたいなとは思うんですけれども、確かに怖いですよね。わかるわかる、セミさんね、どうしたら苦手な意識を克服できるのかなって思うけど、まあそのセミさんの命に対する意識をリスペクトするしかないですよね。あ、7日間しかこうやって入れないんだって思って、そこをなんかなんとか、そなんか大切にしなきゃっていう思う気持ちを強めるぐらいしか苦手意識を克服するのはできないかなと思ってみたり、そう、悟りを開く。セミさんって。セミへの愛を、こう、強めてあげるしかないかな。あとは、昔私が出させていただいてた、レギュラーで、まあ、ヒロインの一人やらせていただいてた、赤堀ゲドアワーラブゲっていうアニメーションがあるんですけれども、その、まあ、私たちが、魔法使いの方でですね、ラブゲっていうのは、あのラブフェロモン VS ソレイケゲドを乙女隊っていう2本立ての枠だったんですよ。30分のアニメの中で、そのどっちが長いかは毎回毎週どっちか分かんないみたいな、お当番会みたいな分かんなかったんですけども、まあゲド乙女隊のお当番会でセミ男さんの話があるんですね。まあ、あの魔法少女隊なんですけれども、ぶっちゃけ悪になりたいっていうことで、毎回悪人になるためにはっていうので毎回悪を学んでいくんですよね。それでまあいろんな怪人の人が出てくるんですけれども、その中でセミ男さんっていうセミの怪人がいて、その話がとてもいいんですよ。まあ、あの妹の歌ちゃんのお当番会だったんですけれども、すごい感動するので、それを見たらもしかするとセミが嫌いっていうのも克服できるかな。どこで見れるのって言われても、まあ、一応 DVD 出てるんですけれども、まあどこにも今売られてるかわからないんですが、私は持ってるんですが、あのもし見つけることができたら、そのセミ男さんの回をあの見ていただけたら嬉しいなと思いますので、あのぜひよろしくお願いいたします。あのラブゲー、まあ何年前だったかなもう何年前かはわからないほどの、だいぶ昔な漫画ですけれども、あの歌のちゃん頑張ってるんで見てあげてください。昔の私もすごい頑張ってるので、あのすごい素敵なアニメです。赤堀悟先生の原作の漫画です。あのよろしくお願いします。お、あ、もしかすると2007年5月よりバンダイチャンネルにて配信開始って書いてあるから、もしかすると見れるかもしれません10年経ってますけど、あのよろしくお願いします。本放送は2005年でした
のぞみ薄いけど若い頃の私めっちゃ頑張ってます。スタジオの中で酸欠になるぐらい緊張しながら頑張って収録しました。よろしくお願いします。お悩み相談がちょっとした告知の方になりましたが、三角政治さん頑張ってセミ克服してみてください。夏しかセミさんもいないですからね。頑張ってください。これで解決できたかな。このコーナーでは皆さんのお悩み大募集しております。ぜひぜひ送ってきてくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムフラクションよりアンメルティッドスノー。今も胸に降り注ぐ雪のかけら数えて映し出す記憶の中の君。手と手重ね指先に残る温かな微笑はもう聞こえないから。儚き願いを空へ舞い届けよう。想いを愛しさと雪として。この番組では皆さんからメールを大募集しております。次回のオープニングのあのコーナートークテーマは今年の夏の思い出です。今年の夏の思い出、まあ、簡潔にぜひ書いて送ってきてください。その他今日もやりましたこちらですね、皆さんのお悩みを相談するコーナー、きっと大丈夫だよ、お悩み大募集しております。他にも今日やらなかったコーナーたくさんあります。怪人&ヒーロー目撃報告、古今東西偉人列伝、歌っていいとも、必殺〇〇〇などもあります。さらに、次回の放送はライブの後ですのでね、あのライブの感想などもあと新曲の CD も皆さん手に入れてくださると思いますので、そちらの新曲の感想なども送っていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。メールの宛先は k_secret@target-end.com k_secret@target-end.com までです。はい、もうライブだよ、どうしよう。ですね、じゃあライブのいくつかお知らせしたいと思います。
ね、物販のお知らせです。物販8月26日パンダフルパーティーにて新しいグッズをいくつか作りました。今回新しいグッズとしましては T シャツ、白地にピンクの印刷で、パンダフルパーティーってドドーンと今年は書かせていただきました。なんか前回の T シャツが黒地になんかかっこいい感じで作った T シャツだったので、今回は思い切って可愛い T シャツにしてみました。こちら T シャツは、サイズが M、L、XL の3種類作りました。何でもいいと思いますので、ちょっと大きいサイズもご用意しております。お値段は3000円です。そして今年初めて挑戦したグッズ、アクリルキーホルダー、パンダさんが海賊船に乗っている感じのキーホルダー作ってみました。可愛く出来上がりましたので、ぜひぜひ皆様お手元にお迎えください。よろしくお願いします。お値段は800円です。そしてですね、昔みえさん、園崎みえさんと2人でライブやってた時の恒例のグッズでありましたガムとバッジのセット、ガムバッジセットを今回復活させてみました。ガム3個と、バッジ2個付きで今回は、800円にさせていただいております。こちらのガムとバッジのセットは、今回ゲストに来てくださる永田恵美ちゃんのプロジェクトドットもコラボいたしまして、近藤かな子のガムバッジセットとプロジェクトドットのガムバッジセット2種類ご用意しております。さらに、バッジのみのバッジ2個のセットもご用意いたしまして、そちらはバッジ2個だと400円になりますが、ガムはですねバッジとセットじゃないと買えないので、ぜひぜひガムバッジセットをお手にお迎えください。バッジは予備でもお迎えください。よろしくお願いします。さらにですね、ゲストの、永田さんのプロジェクトドットのドラマ CD、 こちらも販売いたします。なんとですね、プロジェクトドットの CD をお買い上げ、またはもうすでに持ってるよって方は購入済みの CD をお持ちいただきますと、会場限定のプロジェクトドットの新作漫画をプレゼントいたします。今永田代表が一生懸命書いております。はい、ちょっとプロジェクトドットのラジオとかでも話した、これもしかしたらこういう話もあってもいいんじゃないのみたいな話をすごい漫画に今回書き起こしてくださってるみたいですので、ぜひぜひもうプロジェクトドットの CD 持ってるよって方は忘れずに持ってきてください。またはプロジェクトドットの CD 会場でもお買い求めいただけますと嬉しいです。今度もめっちゃ喋ってますし、素敵な役者さんがたくさん喋ってます。しかも一般で投稿してくださった漫画をこちら全部ドラマ CD にしているという、なんと素敵なプレゼントでございますので、こちらぜひぜひよろしくお願いいたします。その他でもね、以前販売したグッズ残ってるやつは会場に持ってきてくださりますので、そちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さらにここで一つ朗報です。なんとですね、近藤かな子のフラクション、会場でお買い求めいただけますと近藤と一緒にチェキが取れるというサービスを今回やることになりました。なのでフラクションお持ちのお客様、持ってるけど写真一緒に撮りたいなって方はフラクションも一緒に今回8月26日も買っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、なのでニューアルバムの夜が明ける前にを買ってもチキは撮れませんっていうことになっちゃいますが、まあよろしくお願いします。夜が明ける前にはニューアルバムですので、ね、まだいろいろありますので、ぜひそちらは普通にお買い上げいただけますとよろしくお願いいたします。もうわけわからなくなっちゃいますね。もうライブ前だからもう頭がいっぱいだよ。どうしようタッキーさん。はい、ということでライブのお知らせでございます。チケットもまだまだ残ってますのでね、当日でも大丈夫ですので、時間ができたよって方は会場に駆けつけてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。その他近藤からのお知らせがあります。今週、配信開始しましたアプリゲーム
最終戦艦 with ラブガールズ、こちら吹雪役として登場させていただいております。そしてさらにですね、アプリゲームビーナスランブル、こちら、今年の夏配信予定となっております。こちらにも出演させていただきますので、よろしくお願いいたします。最終戦艦 with ラブガールズの方では日本の戦艦をやらせていただいております。ちょっとかっこいい感じのピシッとした日本らしい、日本の乙女らしい女の子をやらせていただいてます。ヴィーナスランブルの方では近藤が今まで多分やらせていただいていないような、すごい変わった、え、これ近藤さんなのっていうキャラクターを演じさせていただいております。しかもなんかすごいイチャイチャラブラブなゲームでございます、ヴィーナスランブルの方は。はい、ですのでどちらもバトルもありますけれども、その出演の出てくる女の子とも一緒に楽しく遊べるゲームとなっておりますので、アプリゲームぜひぜひよろしくお願いいたします。その他近藤の情報の方はツイッターやブログの方でお知らせしていきますので、そちらもチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。この番組は各週金曜日配信予定です。放送聞き終わったらすぐメールしてくださいね。はい、それではこのラジオではまた次回ですが、ぜひ8月26日高円寺ライブハウスの方に遊びに来てくれることを祈ってお別れいたしましょう。お相手はシークレットベース K ステーション隊長の近藤かな子でした。またねーっていうか明日ねー、バイバーイ。この番組はターゲットの制作でお送りしました。